さあというわけで本日のゲスト片つぶり林さんですありがとうございましたありがとうございましたうわすいません雨の中チャリぶっ飛ばしてきていただいてい、ね、もう今になって体温が冷え切ってるよ<笑><笑>濡れたね衣服でずっとタイされてましたのでどんどん体温が奪われてたと、うん、いうことでございますけどねいやありがたいですあの林さんとこの前なんかライブ一緒ではなかったけど<う>僕が吉本のライブ行った時に林さんいらっしゃって 見てるよみたいなことを言ってくださってその流れで見てる人にはお願いしやすいというかぜひ出てくださいって言ったらう嬉しかったよでその LINE 交換してさお願いしますってなってからさ全然連絡来ないからさああれだってどれだあるじゃないお願いしますって社交辞令のことですか出なかったですね あれだなと思ってで俺から連絡,連絡させてもらったじゃんそうですね森本君空いてるよって <laughs> しかも「キングオブコントの」の、まあ、決勝進出が発表された直後ぐらいに負けたからいつでもいけるよって,って <laughs> 嬉しかったねいやそんなねおっしゃって確かに「キングオブコント」の時期だったんでああんまりよくないかなと思って、うん、はいまあね「<laughs> キングオブコント」めっちゃ 惜しかったと聞いてます。まあまあでも三十五分の十でしょ。はい。それ取れなかったんだもん。きついよ。その三十五の密度が違いますからね。あ、えーうんまあ、取っ取らないね。取らないですか。取らない、うんうん。ただその二日間あるじゃない。はい。準決勝ってね。はい、あの二日目僕らのスクリーン使ったのよ。モニターをモニターをこう使って映像を映すっていう。はい、はいはい。 それがさ、はい、自腹で21万かかるかよく聞きますよね芸人がその純血あたりでモニター使いたいけどお金がみたいなそうそうそう,そうでもさ人生かかってるし、はい、さそそうだやりたいネタで映像使う必要があるのであれば、はい、もうしゃあないと、うん、21万出すって決めて、うんえー、いざこう提出したらさ、はい、ロングコートダディも 映像を使うみたいですよってなってえそうなるとどうなんですかあ、切半できますおお、決ました5で割れるんだコンビでいうと10万ずつ半分ずつぐらいになるとうわよっしゃと思ってこれでそのぐらいの負担だったらってなって当日よ決勝1日目皆さん聞いてくださいロングコートダディさん体調不良で欠場ですそうなんだよな みんなはさ、はい、正直ね、うん、ロンコートダディなんてさ強いじゃないまあもう優勝候補というかとで35から34になるだけで、はい、決勝入れる可能性高くなるわけだからまあねよっしゃとは言わないけれども、はいはい、あっケーライバル1組減った、はい、そうですね俺らは違うよ、うん、10万消えてった <laughs> 10万が消えてったよ <laughs> 自分が消えて、うん、こっちにのしかかってきたらそうだよ <laughs> メンタルこの状態で俺ら <laughs> <laughs> 手震えながらやってたからね <laughs> いやそうですね本当だよ。まあねそれが後の1000万になるって思ったらねそう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 そでうそでるわけにいかないですからうどうですかその来年に向けてのモチベーションみたいうって今どんな感じなんですか。一旦ないね。<laughs> まあ終わった直後ですからね一旦だからそれもう本当んに俺はもう解散しようと思ってたからこれ言ってたんですか相方さんにも言ってないへえ自分の中で決めてたんですかうん自分の中で決めてたへえ<ー>、うん、でも純潔でしかも1日目めっちゃ受けたって伺ってますから、うん、それで、ね、ちょっとこうブレーキかかったんじゃないですかそれがやるじゃない、はい、1> で1日目まあ戦えてるな 2> はい、はい、で2日目を映像使ったんだけどはい そ悔しくてさ、うん、映像使わなきゃよかったなって <laughs> そこまで行ったんす <laughs> <laughs> そこまで行くよそりゃ何個かネタの候補あってえー、だから、ね、じか 1>, 1日目のやつはもうこれは絶対やろう、まあはい、でもう1日目のやつはこれかこれだなっていうのがあって、うんうん、でも映像使うのもちょっとやりたいなこっちの方がいいなって思ってたからそっちやったんだけど、うん、あっちやっとけばよかった。<laughs> まあ結果論ですけどね、どうせ負けるんだったら21万払いたくねーっってあっちだったら決勝いけてたかもじゃなくどうせ負けるならマイナス0万円がよかったいやまあまあそれはねしょうがないですけどねいやでもすごいなと思いますけどね楽しかったなでもなんか俺さ昔はね、はい あのー、ボケだったのよはいはいはいで、トリオになってから、はい、ツッコミになってたのねはい、はいはい、だからさそのボケ方も分かんなくなっちゃってるっていうかああそういうもんですか<ー>へえ<ー>だからなんかちょっと楽しかったけど、はい、なんかなんかマシン捉えてねえなっていう <laughs> <laughs> それなんていうのあるじゃん <laughs> あ、そうです準備運動しないで野球やっちゃったからちょっとアキレス腱切っちゃったなみたいな感じなのよ後半俺あそうでしたかだからされちゃったねあれふてくされてたんですねちゃんとそれではそりゃあそうなんすねいやでも全然そんなことはないですしそのふてくされもあ林さん来たと思いましたけどねあそうい。嬉しかったですけどねあそうか俺さ ごめんね話変わっっちゃって全然いいですよそういう企画とかでさ、はい、あのイートム方式でさ、はい、いろいろこう例えば森本君呼んで、はい、次じゃあゲスト森本君誰か紹介してみたいのってよくあるじゃないテレフォンショッキングみたいなそう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 、はい、俺その逆やりたくて逆というと、うん、俺いろんな人のさ YouTube 出たいからさ誰か紹介してくんな、ね、い <laughs> <laughs> あー、えー、ここから、うん、さっき思いついたの俺あさっきいいなぁと思ってあ全然いいっすね全然面識なくていいのよ俺がはいで森本君が紹介できる、はい本当に YouTube やってる人に出させてもらいたい,はい,はい、はい、ああなるほど、うんでこいつめちゃくちゃいろんな人と YouTube 出てるなってなりたいの ああいろんなところにゲストで呼ばれてるなっていう印象付けう、うん、で、うん、もう文句言うからその人何の文句ですかその人にあじゃあ誰にも紹介できない先生いい、はい、そ,そういうあれになったんだけど出たいのああなるほどなるほど誰かいるえー、じゃあ身近なとこで言ったら、えー、岡田追えちょっとビッグコンテンツじゃないか <laughs> <laughs> 何ビビってんすか ちょっとビッグコンテンツじゃなないかないビッグコンテンテツですけどね、はい、でもまあ僕の中で近いしい YouTube こう真剣にやってる人って言ったら、まあ、岡田さんとかになってきますよね俺さ、はい、<あの> <laughs> 作家さんがね、はい、東それこそ東野さんの YouTube を見て、はい、うわ林さんめちゃくちゃおもろいなって、はい、なってくれて、はい、俺のことを今あの密着っていうか追ってるのよ。はいはいはい そのタイトルがそいつがつけたんだけど林大江なのむちゃくちゃモチーフにしてるじゃないですか今千人ぐらいしか登録者いないんだけどなんで笑ってんだよいや笑ってないです大したもんだろうでも頑張ってんだよ1って結構な最初の壁ですよね正直言った時嬉しかったやってんのよそれでその林大江って俺さすがに岡田大江知ってるからそいつにも言ったの YouTube 内でみっともないと 面識ないけど後輩だよって、はい、じゃあもう岡田大江に気づかれるようなコンテンツになるために頑張ろうみたいなコンセプトでちょっとやってたのよ、はい、ああなるほどちょっと早いかも岡田大江にたどり着く文句言ってくんの怖いえ注文あるんだこれえ行けんの誰でもるのいこうかじゃあ岡田大江どっちなんすか <laughs> じゃあいけるなら行きたいのよい早い 早いは別になないいじゃそうかそうだないいいつがベストタイミングなななのとかもないじゃないですか。もじゃですそうだなそんなこと言い続けてこうなっちゃってんだもんなそんなことはないですけど行ける時行かないとなそうですよ行けるじゃんあ連絡は全然取れます <laughs> ガチトーンだなで岡田君のところ出て、はい、岡田君にまた誰かを紹介してもらうっていう。 お母さんなんてめちゃくちゃ知り合い多いから特に YouTube 界隈でねいろんなとこ行けるんじゃないですかでも俺を出す理がないのよ向こうにねだからそのあんま文句言わない人がいていうかあだから森本君が岡田君を言うじゃん岡田君ってそんな嫌だなってなる人じゃないでしょ嫌じゃないと思いますでしょ 面白さじゃないですか<い> <laughs> 林さんが出ることによってとんでもない神会が生まれたながリーでしょウィーだそうだなこの人も <laughs> 思考停止しちゃってるもん <laughs> 僕が何か言い終わったら <laughs> ウィーって言うっていうだけのロボになっちゃっ暴れちゃっていいってことねいいですかじゃあ,あ林暴れちゃっていいってことねもちろんですオッケー嬉しいす、ね、べてのおもりを外してその日はえ今日おもりついてた <laughs>

今日連絡してくれるってことだよね。あ、全然いいです。そのラインぐらいはできるもんね。<laughs> で、今日からだから一週間二週間あんまバックがなかったらまた森本くんに連絡していい。おおさんどう連絡すればいいですか。<え>岡田さんにカタツムリの林さんが岡田上に出たいそうなんですが、何でもいいから、何でもいいから、どのような形でもいいから出してやってくれないかって出すことはできますでしょうか。お願いします。お願いします。ます最高に。 面白い先輩なんでってそ,のそれは森本君のうまいようにさやってくれればいいからそれ頼むよいやまあそうっすねはいわかりました俺もこういう生き方し,していこうと思ってじゃあ、うん、なおさら片つむりでいてください、うん、分かった、はい、それも約束しようカタつむりでもうキングオブコント準決決勝いつ行ってもおかしくないレベルの人がやるから面白いと思いますそれはそうです 今日で結構俺決めたよ覚悟あ本当にターニングポイントになりました森本君に会ってはいあよかったです結構決めたいやそれは嬉しいですそれちゃんとやるしこっちもちゃんとやるはい暴れちゃっていいってことねもう好きなようにやっちゃってくださいゃじゃ頼むね林満助ここにあり見せつけちゃってください頼むね 向こうでは頼みますよ、本当に。嬉しいな。こんなに嬉しい後輩だと思わなかった。嬉しい後輩ってなんだ。嬉しい後輩と嬉しくない後輩いるじゃん。あ、そうです。か。嬉しい後輩。ああ、いや、ありがとうございます。はい。またぜひいらしてください。本当？はい、もちろんそうします。あれじゃない？社交辞令。そろそろ覚えて。そうかそうか。はい。 というわけで本日のゲスト片つむり林さんでしたありがとうございました